才能の原石どもよ、ここまでの感想はどうだ。上位につけるものは満足感、周囲につけるものは安心感、下位に沈んだものは野宿への恐怖感といったところか。すべて終わったと思うにはまだ早い。順位を入れ替えるチャンスはまだ残っている。最終種目はエゴイスト 1v1 だ。このメニューでは1対1のデュエルを行ってもらう。そしてこのメニューの肝は自分のポイントをかけるということだ。自らのポイントをかけ、対戦相手に勝利した場合はかけたポイントが2倍になって返ってくる。しかし 1v1 に敗れた場合はかけたポイントを全て失う。危険を犯した分だけ多くを得るというわけだ。ハイリスクハイリターンはこの世の当然のルールだな。対戦相手の組み合わせの決め方は、まずくじで選出されたものから前に出る。そしてその段階で自分がかけるポイント数を宣言してもらう。さらにその後にくじを引き、対戦相手を決めるというシステムだ。そう、かけるポイントを宣言する段階ではまだ誰と戦うかはわからない。そんな状況でも自分の現在のランキングを鑑みて何ポイントをかけるのかを決めろ。全員の勝敗によって現在安定圏にいるものでも野宿の可能性が出てくる。そして周囲にいるものでも上を狙えるというわけだ。 1v1 の1試合の制限時間は60秒。その時間内でより多く得点を上げた者が勝者となる。そして全員が必ずは一度はポイントをかける挑戦者になる。挑戦者の対戦相手となる者はライバルがポイントを失うよう死力を尽くして頑張ってくれ。サッカーにおいてどんな状況でも諦めるなんてことは許されない。最後の最後に巡ってくるチャンスを信じ確実につかみ取れ。自分の限界を自分で勝手に決めるな。闘争心をたぎらせ、自分の中に眠るモンスターを呼び起こせ。お前たちに必要なことは限界突破だ。17? 17? 翔ちゃん3位リック君、はい、4位タケル君、はい、5位リョウ君、6位レン君、7位カケル君、はい、8位ナスさん、俺あんな下なんて。9位が梅ちゃん、ウンパさん、ひなた君、12位アダッス、13位エンケンです。1人マイナスおるやん。ここグループが結構分かれてて体育が変わってくるって言ったんですが、ここグループ1の方はミスミシェフが作るフランス料理。そんなんもう一番やん。はこんなん一番やん。は今作りてます。アロママッサージ。アロマ、マジで。お前初めてやって。グレード2はいつもと一緒ぐらい、何も温かい布団とちゃんとしたのを作ってます。あ、いいや、めっちゃいい、めっちゃいい。ここめっちゃうまい。グレード3やるよ。ただご飯が白米と白米と納豆だけです。健康的でありがたい。キャンプの方が動いて。これはもう本当にそれってことですよ。そのおかわりとかも。もう白米おかわり自由です。納豆は納豆はおかわり。おかわりにある。味噌汁つけませんか。ダメ。ダメ。次の内容はキャンプです。こっから車で40分のところでキャンプとお風呂はドラム缶風呂。ちなみにご飯は何ですか。
自分たちでカレーを作ります。おお。カレーだ。今日ええよ。カレーだ。全部今。ここの差は部屋があるかないかです、ね。屋根があるかないかの。何やねん。キャンプはキャンプだ。テントあるんですけど、まあ外なんで。外食べる。寒い。外マジで寒い。あ、ベンチコート2万6000円。しっかりと回してみる。岸本陽くん、うわー、めちゃくちゃいいところ。いや、いいとこ来たね。いや、早めに多く言っといた方がいいぞ、陽くん。最初っすね。絶対のだよ。これは見てみる。自分の位置見てみろ。これやるべき。最初の人間はで、ここからもう始まるからね。だって、後からバンバン来られるから、最初に絶対言っといた方がいいけ。負けたら、他にも絶対ゾロ出てくるから。さすがに。オールイン、よっしゃいいんだよ。勝ったらお前いきなり1位じゃん。おい、すごいすごい。うわ、これはおい、マジで頼むぞ。マジで頼むぞ。ウォールイン来た。シゲ。うわー、来ました。いやー、ここでシゲ君は全ベットしてくれ。シゲ、マジで全マジで全ベットはもう流れやね。流れやね。お前声優腕だよ。何を？せめて10じゃない？いや、せめて10は絶対しょうがない。りょうくん14でしょ？しょうちゃん14。翔ちゃんも多分全ベッドするから28。全然翔ちゃんのリクが俺のケアしないでせって。翔ちゃんのリクがバーって来られたらシゲは G2 に降りるから、で G2 の人も全員かけたら入れ替わるから G3 の可能性もあるな。危ない。だからこれやばいっすね。だから最低でも10やな。全ベッドして勝ったらもう全然ないよ。簡単な話。8ポイントいけますや。8対戦相手聞いてください。だから9になるでしょ。でもこれ全員ひっくり返されるから。これ。ちょっと大丈夫です。あ、大丈夫です。ああ、大丈夫です。ああ、大丈夫です。おい、選ばれたぞ、全力だ、ここ。俺じゃ選ばれた。俺も選ばれた。ラッサー選ばれてくれ。ラッサー。大丈夫よ。大丈夫。ゆっくり。
これは全員を煽ることができなかったな。おい、行けよ。俺かけたからな。おい、その後は行けねえぞ。確かに1位が言うてるから絶対言うことないよ。いや、1位が素晴らしい。素晴らしい。やっぱりお前は1位や。いや、そう言ってましたよ、僕ら。あんたわけのわからん数字かけへんもん。いや、もうシンプル8やろ。だから、6で。6? いや、8やろ、普通に。6。お前、6でいけるか ?6 で、いや、だってお前、今の1回目で見る。6やったら危ない、6やったら危ない、6やったら危ない、6やったら危ない。6でだって。まだ入りなさいじゃないから。10万円。10万円だろ。各自で8位から6上いってるから待って6上いってるから6上いってたら14なんですよ。いや いや違うで、リクも8で14になるから勝ちやリクと翔ちゃんだからじゃあお前6じゃなくて7の方がいいよ。だってお前14になるから8で16で気持ちがいいやろ。いや8で16やったら確定やったよ。いや14なるお前絶対8確定の方がええで。もう安心してお前絶対8だよ。どう考えても8だよ。普通に忙しいよ。いけんで無理や。リクもおるし絶対8で16やって。どう考えても G1 やけど全然だめだ。ああ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 あうわ、最悪や。余裕だ。かけたいです。余裕だてめえ。いいぞ。やばい。あ、大丈夫。落ち着こう、ウンパ。大丈夫。おー、集中。また気をつけろ、おー、うまい。神。大丈夫、やっぱ。決めてシュート。なんか大丈夫、時間も大丈夫。待って
回ってくれよ。いや、マジで面白い、これは。マジでやばい。これはマジでやっちゃう。続いて、むちゃん、終わった、むちゃん、来ました。やらないです。一を大切にしたいなって。一は絶対かけないといけない。かける。うわいいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。かける頑張れ。かっといたら、あ、そうだ。かっといたらそっか、ゼロポイントが増える。そう、相手が下になる。待って、緊張してきた。いや、そりゃそうだ。どういうこと？それは緊張してるよ、みんな。見えないよ、待って。これでも勝ったらね、回避あるよ。いや、だいぶ回避。ワンチャン、ワンチャン G2 いける。ワンチャン G2。G2 あるよ。3、2、1。かける、入り。かける、よし、かける。やばい。かける？かける大丈夫、前大丈夫、前大丈夫。いやー、早い、ナイスかける。そうそうそう、ぶっちゃけ、その…ガチガチガチ。レフェリー、レフェリーどう？
最後の笛 VR します。フィビ VR いけ、ガチの VR、 ガチの VR が VR で調べたのはブザーの音が鳴ってからどのぐらいでシュートされたか確認しましたところ、はい、ちょっとブザーが鳴ってからシュート遅かったので、待って、見せてください、見せてください。学びました。ガチか、2の世界へようこそ。アナスク選手の対戦隊で、うわこれでかいっすよ、ね、ここは絶対だと思う。アナスクマジ行こう、ベッドはないんでやるます。1か0かすね。誰や、辻本亮。おい、辻本亮めっちゃ出るやん。頼むよ。いやでもアナスク、これ負けたらもうキャンプ一人がまず確定するか。じゃあ行きます。3、2、1、行こう。いやー、出す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 、はい。おー、ナイス、ナイス、おい、おI'm gonna go get some more.
ビッグ
お前頼むぞお前あの人あの人キャンプに行かせろ絶対キャンプに行かせろ今5やねんけど、これを10にするか、あの、これ負けたらそれリスクある、それは絶対逃げん。そう負けたらこれリスクある、でも勝った時の旨味一回味わおう。いや、ほんとに高め目指そうしたい。5いかないと、これ全く何もない。今まで頑張ってたの5をここで何やで、今までのデータ合計上その全ベットしてない人の負け確率バレないな、えぐい全ベットしてない人るやん、もう熱心のもんやってめっちゃやばい。今まで全部かけちゃうとそう、でもいつとか残しちゃうとちょっとねって負けちゃう。そうなんだよ、簡単な話、どうする、じゃあ5で。いやーやばい、マジ頑張れ。はい、そんなことないわ。あげる、これあかんだから応援したくなった。ごめんなさい、ちょっと確認した。いやー、ねー、ナイス、ナイス、よし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 、まだいけるぞ。大丈夫、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 詰めていいかな、これ。大丈夫、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 大チャレンジした時にうまくいかないこともあれば、うまくいくこともあれば、ただ
一番大事なのは目の前のその勝負にどれだけ集中して取り組むか、そっちの方がポイントより大事だな。だからまあ、その結果はしっかりとみんな受け止めて、今の現状に満足せず、必ず何か意味がありますから、目の軸の人たちは、そこでまた鍛えなさいっていうことですから、みんなそれぞれに与えられたところで、しっかり学びを得ましょう。でも、ナイストライだったと思います。で、今回のブルーロック、企画は、これで一旦終了という感じで、使いました。で、明日、特別講師呼んで、セットプレーと攻めの、ゴールを取るっていうところに特化した講師なので、そのコーチと共に、いろいろ指導してもらおうと思うので、しっかりといい時間にしましょう。で、今日は、各々の、環境でしっかりと休めて、ゆっくりしてください。お疲れ様でした。よっ、ポジティブに考えて、グレード3より取れ高あるだろうってところで。いや、そうっすよ。ね、爪痕残そうよね。まあ、そうっすね。カレー作れるんすもんね。いや、でもなんか、屋根ないみたいな聞いて。屋根はないっす。屋根ない方がいいよ。どんな感じなんだろうね、本当にキャンプ場はね。お風呂は楽しみっすね。そうだね。ドナルド感だもんね。こんな経験ないっすね。楽しみましょう、俺らです。気についたっすね、ポイントで。数字があるんで。でもやっぱ、2人はトライアウトでやっぱ上位に食い込んできてるんで、まあ、こういうポイント性はやっぱ強かったっすね。全ベットしましょうね。オールインしたんで。確かに。オールインしたんで、追い込まれてる状態から。最初どうなるか思ったっすけど、最初のマイナスもでかすぎません？確かに、マイナスすごいっす。あれの上とバリ重いと思ったんですよ。確かに。普段とは全く違ったテイストで、まあこういう数字を仲間内で争って取り合うっていうのはなかったんで、まあやってる僕らもすごく楽しかったですし、多分見ている人たちもすごい楽しめるんじゃないかなと。2対2では多分 4,5 点取ったんで、得点を取るとポイントもらえるっていうんで、やっぱゴール意識してたんで、まあその分目に現れる数値として出たかなと思います。最後の結果にこだわるところとか、勝負のあと数センチのところとか、 2-2 とかでは結果がすごくできなかったんですけど、そこもっとこだわってやっていかないといけないなって、改めて思いました。明日、まあ、セットプレーもあるっていうことなんで、なんかそこの部分チーム力みたいなのを高めながら、その3点差以上っていうのをチームで達成できるようにやりたいと思って、僕としてはなんかリクとエンジョウ君と同じグループにいるのが誇らしいです。ありがたいよね。なぜか。これたち G1 にいる人たちなので。地獄っす。いやいやいや、はい、マイナス2やったっすけど、なんかね、勝手に人がポロポロ降ってきて、はい、僕気づいたらちょっとずつ上上がっていって、はい、近い。ちょっと余談ではあるんですけど、牧企画は熱で帰りました。なんで嘘。全然関係ない話だ。ただただ怪我して周りで見とっただけやで、熱出て帰りました。うやん。何に気を落とされてんねん、あいつ。一人だけなんかと違うもん戦ってんねん。確かに。レンには賞賛送りたい。ごめん、レンはほんまにごめん。あいつはすごい。ちょっと男すね。絶対に今度焼肉おごります。あれは。点数2が欲しいか4が欲しいか、4狙うやったら0になるよってことを詳しく喋ったら乗ってくれたっていうだけ。そうそうそう。で0が大量に出てきた。そうそう。だからレンのファンは梅ちゃんを叩いて、はい、ごめんごめん、あいつがええやつすぎた。絶対にあのビュッフェから卵とかふりかけとか持ってこないと。あ、ふりかけとかもダメなの？絶対ダメです。え、逆にご飯は何回でもおかわりしていいんですか？そうです。え、納豆もいいですか？納豆はまああれば。ああ、でもまあまあきつい。いや、まあまあきつい。だからいわゆるキャンプ組はめちゃくちゃ寒いけど、カレーライスは食べるって。でもカレーって2日目の方がうまいから。まあ確かに。おめつこみ。でも温めるのにも火をかけて。うわうわ、自分たちか。自分たちか。レン、マジごめん。レン、ほんとごめん。ほんまに。張り倒すの？張り倒すの？ホテルの工場です。よろしくお願いします。チラチラ。あ、ファイヤーチュース。あー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 イーストやろうぜ。イーストやれよ。なんだよ。
ハハハハ。